今日は西武新宿線田無駅前アスタ専門店街2階のセンターコートに来ています。こちらではただいま小出周切り絵の世界原画展を開催中です。今日は切り絵作家の小出周さんにお会いすることができました。小出さん、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今回この田無アスタでの展覧会は2回目ということなんですけれども、はいはい、今回の、テーマなど、はい、ございましたら教えてください。はい、まず一つはですね、はい、ここにあります、平家物語絵巻、これ50巻ぐらいの予定で完成の予定なんですけども、はい、まあ、それのできた部分を、はい、今日作品として5、6点持ってまいりました。はいはい、それと昨年新潟の地足美術館で行いました新潟シリーズ、ちょっとまあふるさとが新潟のもんですから、それの作品を紹介したいと思っています。それと、もう一つは、もう4年目になりますけれども、市内の朝日新聞で発行しておりますカレンダーの原画展ですね。それの名所旧跡話題のスポットを用意しております。はい、この3つぐらいの構成です。はい、では、今回のテーマ、大きな目玉の一つがあちらの平家物語絵巻だと思うんですけれども、はい、ではご一緒に紹介していただいてよろしいでしょうか。これは瞬間が要は流されたところですね。まあ、その場面なんですけどね。それで、救いに来たんですけれども、瞬間だけが取り残されていったと、もう何とかしてくれというそういう場面ですね。でこれは日踊り御苑、義経が一ノ谷の戦いですね、その場面ですね。どちらかというと今までの部分でですね、日踊り越えっていうと、もう崖からすごい勢いでわーっと降りるあれなんですけど、僕はそれをあえて否定してですね、もう瞬間的にもう馬に任せながらさりげなくぶわーっと自然に落ちていく、そこから怒涛のごとく攻め込むというふうなですね、最初の瞬間ですね。ある程度一点その静止しているような感じもすると思うんですけどね、実はここからスタートが始まるというその辺のですね、気概みたいものをですね、絵で表現したかったというのがありますね。はい、平家物語で美女がですね、綺麗な方がいっぱい出ますので、その中で代表作として、静御前、あと巴御前だとか、いっぱいそのいるんですけどね、ちょっと今日はもう静香さんに来てもらいました。はい、これは富士川 の配送といってですね、はい、平家が水鳥がその騒いだことによってですね、源氏がこう攻めてきたんじゃないかということで、慌てて逃げてるって、そういう場面ですね。では、今回の、平家物語の作品をご紹介いただいたんですけれども、絵巻が完成した時、すべての作品が揃った後で展示にとどまらない新しい構想があるとお聞きしているんですけれども。はい、それはありますね。展示もですね、はい、もうどちらかというともう単純なもんで、昔からずっと展示というとこういう感じだったんですけども、やっぱりこれとその今度琵琶法師だとかさ、語り部の方と平家物語の語り部の方とですねコラボをして、はい、で画面もその枠の中から飛び出してですね、できたらプラネタリウム の画像を使いたいとか、映像でですね拡大してですね、スクリーンで表現したりとか、いう形でのコラボを考えております。これは、ね、ぜひ実現したいと思っています。関係者にですね根回ししながら進めていきたいと思っています。実現したらこう絵を一つ一つ見るだけでも物語の様子がこう思い起こされるんですけれども、よりこう躍動的といいますか、本来の平家物語、こう琵琶でこう弾き語りで語り継がれてきたものがこう現代によみがえる感じ、とても楽しみですね。はい、そうするとよりですね、平家物語も今はもう、日本人の現代文学の中にもう入ってますんでね、はい、遠い昔のことじゃなくてですね、もう栄枯盛衰そのものはもう現代も変わりませんのでね、そういうことで、切り絵 の新しさと、それから見せ方の新しさという形でですね、そのもっともっとその平家物語をですね、今まで知らなかった人もですね、これでそのなんていうか認識してほしいというかね、そういうこと願いというのがありますね。西東京市からですね、できたら全国に世界に
というのはありますね、はい、ではまずはこの絵巻の完成を楽しみにしています。駒子さんもこんな顔してるかどうかは別なんですよ。でも僕がイメージする駒子さんというのはやっぱりね、ちょっとね抱いてあげたいというか、そういうのはね、なんかこう淡い感じの女性ね、はい、それで、ね、結構しっかり凛としてる、決して美人だけって言われじゃなくてね、きつい目をしてるのがともするとあるんですけど、美人に見えるんですけど、そうじゃなくてね、この見てください、この眼差しでこれで見られたらですね、とろっときますよね。構図が大事です。構図で命ですね、僕の場合はね。何枚もこう命の死体を重ねた上での一つ一つの作品なんですね。それでこれでいこうという段階。一枚見る中に、実はその後ろには何ページも何ページも重ねられてるということなんですね。あるんですね。一枚一枚をその重みをかみしめながら鑑賞したいと思います。よろしくどうぞ。ごゆっくりと。